お願いします。それでは早速なんですが、えー、今日の登壇者のご紹介をしたいと思います。まずあの最初のレクチャーをしていただくのが、えー、環境省大臣官房環境計画課、えー、企画調査室室長の佐々木さんです。佐々木さん一旦マイクを外して一言ご発声お願いします。はい、環境省の佐々木です。皆さんこんばんは。どうぞよろしくお願いします。 はい、よろしくお願いします。えー、続いて、えー、事例紹介のお一人目ですね、えー、もっと、えー、南魚沼市地域おこし協力隊、えー、現在、浦佐地域づくり協議会の方でフットパスをご担当されている足立さんです。足立さん、マイクを外して一言お願いします。はい、足立です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。 はいでえー、お二人目の、えー、事例紹介者として株式会社アットホームサポーターズ穂坂さんです。お願いします。どうも、はじめまして、えっと、山梨県の田場山村という関東で一番小さい村にあります、えっと、アットホームサポーターズの穂坂です。よろしくお願いします。3人目がです、ね、一般社団法人アースカンパニーの藤本さんです。藤本さん、お願いします。 皆さんこんばんは。アースカンパニーの藤本亜子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はこのメンバーでお送りしたいと思います。はい、え申、ー、し遅れましたが、私関東エポの担当しております高橋と申します。えー、あのこの後エポの説明するんですけど、なんで。 あの東京にある関東のエポがですね里山の話をしているのかみたいなところにもつながるんですけどえ私実はですねあのこの仕事をする前にえ農協の職員だったんですね農協 JA ののしかもそそこががあの雪農業が盛んな地域で結構その。 都市部との人の交流とかのデザインをする仕事をしてたので、えー、まあそれが転じて今、えー、東京の方で仕事をしています。これは昔の私の写真なんですけどこれ田んぼで生き物調査をしてます。これも仕事でした。あの田んぼの中の生き物を捕まえて何がいるかを調べる仕事をしたりとかですね、業務としてやっておりました。でそこから転じてこのね、シティガールとしてですね、OL としてですね、働いている私が今日はモデレーターを務めさせていただきます。 はい、で今申し上げました、あの地球環境あ、失礼しました、環境パートナーシップ、えー、オフィスというものを、えー、ご存知の方、どれぐらいいらっしゃるかなと思いながらお話をするんですけども、実はこの環境パートナーシップオフィスという拠点はです、ね、あの環境省が、えー、設置した、まあ、あの外,外部、あの外閣ではないんですけども、あの環境省の施策を実現するために設置された。 あの拠点となっていますで実は全国8カ所にあるんです。今日はですねオンラインのイベントということもあって結構あの遠くの北海道とかあの福岡とかからもご参加いただいているんですけどもあの皆さんの地域にもあのこのエポはありますのでぜひご活用いただきたいなと思っていますで。私ども東京にありますが、えー、一緒にですねその、えー、エポを束ねる組織として地球環境パートナーシッププラザという拠点も えー、ありますとで、えー、私たち、えー、EPOEPO と書いて EPO と呼びますが、えー、EPO の、えー、紹介をする前にですね最近皆さんこういうキーワード、えー、ちょっと地域循環境生系は今回環境省のイベントなのであの皆さんがご存知かどうか分からないけどトップに置いてありますあの聞いたことがあるキーワードですね SDGs なんてね皆さんも関心があるんじゃないでしょうかで今日はあの企業の方も多く参加されているので ESG っていうキーワードも最近よく聞きますよね。で、あの少し前だと地方創生とかそういったあのたくさんのキャンペーンみたいな。いろんな言葉が出てきてるんですけど、えー、それぞれに共通する目的って、えー、何でしょうね？という話から始めていきたいと思います。これをですね。あの一言で言うなら、まあ、持続可能な社会を作っていかなきゃいけないよね。行こうよっていうあの動きなのかなとまとめることが。 できると思います、まあ、つまり私たち人類がですね100年先もまあ欲を出して200年先もこの地球上でこ、うん、地球上でって縛りがありますねこの地球上で、まあ、あるいはその地域で豊かに暮らしていけることをそれができる社会を作ろうという者ののたちに他ならないかなと思うんです。 で実はこの持続可能な社会の構築っていうのが先ほど申し上げたエポンのミッションでもあります。なので私たちこういった取り組みをさせていただいています。なんですが、えー、果たして今私たちの暮らしは持続可能なんでしょうかという問いから、えー、皆さんと考えていきたいんですがあのもうねなぜ今私たちはリアルで会えずにこのような会をやってるのか。ねこの全部 フリーのイラストで出てきますけど、コロナですね。コロナウイルスが分断している私たちの暮らし、えー、あるいはその少し前から、えー、そこあのいろいろなとこで問題になっている異常気象でと今日は中山間地の話題が多いですけどこう獣害ですねあの獣が出てきて農作物や森を荒らしていく問題とかですねあるいはあのプラスチック海洋 前ですね、そういった課題、まあ、とにかくその地球全体が持続不可能になってるっていうあのニュースしか逆に耳に入らない昨今なんじゃないかなと思っていますこれ私のふるさと長野市千曲川なんですけどもこれあの覚えていますかね2年前の、えー、台風の時ですねこれこの土手ですね土手の、えー、右側に祖父,祖父母の 自宅があるんですけど、もう少しでこれが越水して溢れるとこでした。これも異常気象が増えて、あのこのような災害本当に増えています。この時ピンチでしたね、うちの実家も。で、この後、その被害のあった地域に私農業ボランティアに行ったんですけども、もうこうなんてこれリンゴ畑です。リンゴ畑の中にこの私の手のひらサイズの椅子がゴロゴロと流れ込むような災害が起きていました。 で例えばそういったことが起きるとですね何が起こるかというとですね私たち今当たり前に食べているおいしいお米安全でおいしいお米野菜はきっと食べられなくなってくるでそれって何でかというと農家が減っていってることが直接的な原因だけどその背景には、えー、農家が農業だけでやっていけない社会のループがある。 でそのことが何,を何にひ,あのひもづいているかというと本当はこの、えー、生態系サービスとかです、ね、あの水の管理とかもです、ね、あるんですねあの農産村の仕事としてでそれからあの森林の活用とかです、ね、こういったことがです、ね、村の暮らしあの集落のコミュニティが中心にあることで回っていたという事態、えー、やり方が今、失われているということが背景にあったりします。 でこの部分でこれからお話ししていきたいその森外川美の恵み、まあ、里山の恵みに他ならないかなというふうに思っています。でこういったあの背景にあるつながりって本当に膨大でこれ全部見なくて大丈夫ですよ。あのただあのいつかちょっと企画があった時に整理したんですけどいろんなことがつながりあって今私たちの目に見えている部分。 にエラーが出てきてきる課題が出てきているということが分かるかなと思います。一番深いところにある価値観とか考え方が私たちの行動様式を作っていますよね。で、その結果として、まあ、例えばお米が食べられなくなるみたいなことが起きてくる。ただ、見えているのって本当に一部だよということが分かってくるかなと思います。なので、これ SDGs のウェディングケーキモデルっていいんですけどよくできてるなと思いますよね。このベースには森里香美の恵みがなければ その上に社会も経済も成り立たないということを表している図なんですけれども、えまさに、えー、このことを今突きつけられているのかなと思います。ただですね、そういったことがどこにどういう状態で今どうなっているのかってあんまりえどうですかね皆さんあのつまびらかに分かって。 いるとは言えないのかなというのもちょっと思っていて、まあ、そのつながりだったり本当に起きていることっていうのを見ていくことからかなというふうに思ったので今回の企画をさせていただいております。でそれをこの 流れの中ででみんなな考えててていいきたいなと思っていて、えー、今日お呼びしたゲストのですね私が勝手に聞きたい話をちょっとメモにしましたが、えー、足立さんはですね新潟の辻又集落というね42人の村人っていうキーワードで初めてあの私はあの認識してるんですけど42人しかいない集落で足立さんが何をされているのかであと田場山村ですねもう狩猟とサウナ、ね、この単語だけ聞いたらどうつながるのかなっていう。 思うと思うんですけど、これすごく面白いお話ですで。あと藤本さんはですね、実は一緒にこの仕事をしていた元同僚でもありまして、えー、なぜ あこさんはバリに行ってしまったのかみたいなところに前お話聞いた時にそのバリの農村の魅力みたいなところ、えー、まあこういったことを聞きながら私たちも日本の里山の魅力みたいなことを、えー、かあもう一度考えていけたらいいかなと思っていますなので今の里山を知ってですね私自身の、ね、つながりを考えて、えー、この 恵みを未来に引き継ぐためにどうしたらいいかなということを考えていくイベントにしていきたいと思っていますはいなので、えー、里山って何だろうとかですね限界って何だろうとか突破するってどういうことみたいなことを考えながら、えー、過ごしていただきたいなと思っております、えー、以上が私の趣旨説明に、えー、でございました、えー、それでは早速ですね、えー、佐々木さんの、えー、お話を聞いていきたいと では、佐々木さん準備をあ、私がそうですね、準備をしなければ、えー。こちらで資料を掲示させていただくのに。えー、っと。じゃあ皆さん、の質問の方はチャットの方にというルールでお願いいたします。えー、で、誰宛てのチャットなのあ質問なのかが、えー、分かるように、えー、っと、していただいて、これか。文字 スクはい、お待たせいたしました。じゃあ、佐々木さん、よろしくお願いいたします。はい、えっと、環境省の佐々木です。皆さん、改めまして、こんばんは。えっとですね、あの今日は里山未来拠点形成事業ということで、環境省で新しく、えー、来年度の新規で要求した、えー、事業のことを、えー、ご説明して するのですがその前に、えー、と里山の今というふうなことで、えー、里山、まあ、環境省から見た里山っていうところがちょっと入ってますが、あの今の里山ってこんな感じなんじゃないだろうかっていうところを、えー、ご紹介させていただければと思います。次お願いします、えー、と自己紹介になります。えー、私はですね、あの環境省の、えー、職員の中でもあの自然環境の方の えー、技術屋になってておりまますす、えー、レンジャーって呼ばれてますあのこれまで国立公園の現場ですとか長崎の対馬そこに山猫の写真も載ってますが、えー、離島の対馬というところで,です、ね、山猫の保護の仕事をしたりとか、えー、希少種、自然再生それから世界遺産とかそういった仕事を、えー、担当してまいりました阿蘇、えー、の草原再生ではこうなんでしょうね地域の,あの畜産ですね そういったもので維持されてきた草原の美しい景観が、どん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 畜産が衰退して、やぶになっていって、えー、景観が失われている、地域の産業も失われていくという中で、どうやって草原を維持したらいいのかというのをやってきました。えー、気種の仕事では、山猫とかコウノトリとかですね、えー、ヤンバルクイナとかアホドリとか、えー、ちょっと鳥が多いんですけど、まあ、そんな仕事をしておりました。次、お願いします。それから あの、前職はですね、福井県の自然環境課というところにおりまして、えーっとですね、そこで、やはり、あの、ま、ノトリを、あの、野生に返す仕事なんかをしてたりとか、え、三方五湖っていう、えっと、綺麗な湖があるんですけど、そこで、え、まあ、昔のように魚がいっぱい取れる湖を取り返そうということでですね、あの、自然採取事業やってあとはこの年功博物館っていうんですけど、 このミカト湖の湖の底にですね、毎年一層ずつ層が溜まっていくんですねで。これが7万年分45メートルも溜まってまして、これを詳しく分析するとですね、昔の気候が分かったりするんですね。あとは昔の植生が復元できたりとかするというような面白いものでして、これの博物館の立ち上げなんかをしたり、あとは東日本大震災からの復興で、 え、道の串を風取れるっていうロングトレイルの、え、整備とか、え、体制構築とか、エコツーリズムの支援なんかをやったりしておりました。えー、次のスライドお願いします。えっと、自己紹介はここまででして、え、里山とは、え、多分皆さんなんとなくイメージで田舎とかですね <laughs> あの、思うと思います。まあ、大体それで間違ってないと思いますね。一応環境省は定義してまして、都市と原生的自然の間に位置していて、え、人間の働く を通じてて環境が形成されてきた地域ですという言い方をしてたりとか、虹、え、林、ー、植林地じゃなくてあの、昔、薪とかを取って人が切ったりしてたもう林ですね、森ですね、えー。それと農地、ため池、草原とかで構成される地域概念。えー、難しいですね。あのまあ、田舎ですねあの。植林地とかも含めて里山っていったりもしますし、さまざまです。 大体里山は国土の4割程度って言われてます。え結構広い面積を占めておりますね。えー、次のスライドお願いします。えっ、ー、と、里山絵にするとこんな感じです。多分皆さん、ああ、こんな感じ、こんな感じってイメージだと思いますので、えー、多分共通認識なんじゃないかと思うんですけど、えー、人間が、えー、暮らしていく中で自然に手を加えて、えー、適度に かくんって私たち生物の世界では言ってますけど、えー、自然を適当にいじめつけて、えー、維持してきたっていうような環境だと思っていただければと思います。であと、日本の里山の特徴はモザイク状だって言われてまして、えー、林があったり、田んぼがあったり、畑があったり、川があったり、いろんな環境があのごちゃごちゃっとこうあの狭い地域に混ざってるっていうのがポイントです。でこれがですねあの、いろんな生き物を育んだり、 えーするあのいい環境を作っている元になっているとも言われています。えー、次のスライドお願いしますで。これですね、ちょっと里山の今っていうタイトルいただいたんですが、えー、ちょっと古いところも探してみようということで、昔の里山ってどんなだったですかっていうのを、えー、ご紹介しようと思います。これ、私が前にいた福井県の,あの小浜市っていうところで里山創造計画っていうのを作ったことがあって。 その時にあの出てくるあの昔の写真なんですけど、えー、昭和の中期ってこれ言ってるんですけど、えー、尾根部を中心に樹木が生えてない様子。全然わかんないですね、この写真だったらですね。ごめんなさい。えー、っと、他にいい写真があんまなかったんです。あの、山のとこを見るとですね、こう縦に白く線が入ってるのが見えると思います。何かしようかあれはですね、あの、結構尾根の、あ、そうですね、そこのちょっと上あたりですね、カーソルの。はい、その辺ですね。 そういうのがですね、あの、ズバッとこう切った後だったりとかしますね。で、だいぶあの、上の方までえ刈り込んでいたんじゃないかとか、重複の植林もですね、背丈が低い様子が見ると、ほんとかいなって感じしますよね。おまわさん大丈夫ですかね。えー、里山に対してかなり人の関わりがあったことが伺えるということで、あの、昔はですね、あの、薪とかをあの、山から取ってきたりとか、 あとは牛とか馬をあの駅牛とか言うんですけどあのトラクターの代わりに使ってましたのでそいつらに食わせる草を買ったりとかですね茅葺き屋根の草を買ったりとかあとは草はおあの堆肥にして畑に入れるんですけどそういう草原っていうのもありまして、えー、かなりですね日本の山はですね草原が多かったりとか、えー、木を薪とかで切った後の、えー、にじりんが多かったりそういうような環境が あの多かったと聞いいておおりまますす、えー、次のスライド願しよくすごくノスタルジックなムードで,です、ねあの、里山、まあ、昔の里山は持続可能だったって言われるんですけど、まあ、僕はそんなに美しい話じゃないと思っております。あの長い歴史をひもとくとです、ね、持続可能な土地利用として里山を使ってたのは、本当に江戸時代のあ時ぐらいなんじゃないかなというふうに思ってます。 いろんな文献とかを調べると、ですねあの縄文時代くらいまではあまり里山って概念がなくて、集落の周りをちょっとい,いじってたくらいなんですけど、あそれから江戸時代まではもう乱伐と過剰利用の、えー、世界ですね。昔の,あのこう古い時代の絵とかを見ると、ですね、あのー、山がポンってこう書いてあって、そこに木が、松とかがピョロって書いてあるんですね、数本とか書いてあってするんですけど。 おそらくあれは本当にそうだったんじゃないか省略してるんじゃなくて、ですね多分そのぐらいしか本当に木が入ってなかったんじゃないかなということを言われる方もいらっしゃいます。ちなみに江戸時代が終わると、ですねまた乱伐、過剰利用の時代になって、えー、戦後、えー、国土が荒れ果ててしまったねということで、あの植林をしていくという形で里山は緑を、まあ、木を取り返していくという,ような形になっています。 えっとこれはですね、福井県のです、ねえー、っと方で、あの私がかかってた研究で、あの湖の花粉あ、湖の底に花粉が溜まるんですね。で、それが層になって、さっきの年光みたいになるんですけど、その花粉を分析すると何、何どんな植物が周りに入ってたのか分かります。これ見ていただくとですね、た、え、い、ー、奈良時代以前は商用樹林がいっぱいあって、木がいっぱい入ってたんですけど、 その後はですね平安時代からもう庭園、塩を作り始めて、炭なんかもいっぱい湖に流れ込んできて、えー、木がほとんどなくなります。でその後と、荘園開発とか、えーっとですね、萩山、そばが始まったとか、ね、江戸時代になると松が増えていって、戦後は杉が増えてくるって感じで、まあ、これを見ると江戸時代ぐらいですね、それから奈良時代ぐらいまではちょっと森があったのかなというふうな感じになっています次お願いします。 で里山の特徴なんですが、あのー、里山にですね、あの今絶滅危惧種が増えてるなんてよく言われます。もともと、この生き物たちっていうのは、実は日本7万年前ぐらいまで遡ると、ひょうっていう寒い時代の方が長いんですね。この時代が、あのー、今より10度ぐらい低くてですね、そ、あのー、の時代にこういっぱい日本にいた、あのー、広がっていた生き物たちが、 実は里山っていう人が適当にこう木を切ったりして明るい環境を作ったりとかすることでえそこに、えー、逃げ込んで生き延びているような生き物たちなんですね。なので人間の活動が止まるとこういう生き物たちはどん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 数が減っていって今軒並み絶滅危惧種になってきているというようなことも起こっております。え次お願いしますでえ。今まで話してきたように、まあ、里山っていうのはいろんな えー、ものを今まで生み出してきたんですが、使わなくなって、里山がお金を生み出さなくなってしまいました。これが今の里山の現状だと思います。お金を生み出さなくなったので、当然管理もされなくなって放置されてしまうわけですね。えー、次、お願いしますで。里山の放棄で、うっそうとするので,です、ね、特に竹なんかが茂ると、うっそとして大変な雰囲気になるんですが、もう立ち入れないっていう風な感じになって、えー、人が近づけない。 絶滅,滅危惧種になる、ね。立ち入れないので自然体験の場としても使えなくて、自然体験の機会も減る、えー。文化もなくなる。先ほどあの写真にあった気境なんかは秋の七草ですけど、ああいったものも絶滅,滅危惧種ですね,ね。獣害の温床になる。不法投棄もよく起こりますね。田舎に行くともうなんか、えー、すごいですよね、不法投棄ね、えーで。それがひどい場合はなんか変なものが流れ出てて、環境汚染になってるんですね。えーまあ もう最近雨がいっぱい降るので、管理されてない植林地からいっぱい木が流れてきて、被害が拡大するなんてのも、皆さん理解できるところだと思います。次お願いします。で、問題の根っこはですね、ライフスタイルが変化して、先ほど牛や馬がトラクターの代わりだったって話をしましたけど、化石燃料、大量生産、消費社会になったことが大きな転換点だと思っている。これが里山から資源を取り出さなくても、 生きていけるようになってしまったからなんですね。そうすると里山を使わなくなって、えー、管理はされなくなる。で、里山を使って生計を立てた人たちとか、まあ、あと農業とかもすごく効率化されたんで、人手がかからなくなったっていうのもあると思うんですけど、そういったことがあって、地域からどんどん人がいなくなって、お金も出ていく構造になって、持続できない地域になってしまったっていうのが、えー、今の現状。当然、人がいなければ、 あの地域が持続可能でなければ里山も管理ができないというふうな状況になっていて、管理のできない里山は、えー、自然の方が強いので、えー、逆に自然の方が人間に反抗してくるというような鳥獣害がいっぱい出てくるとかね、そういった形で、えー、どん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 人間が自然に負けていくというふうな構造になっていると思います。次お願いしますでそこでですねあの私たち里山未来拠点形成事業というものをちょっとよあの来年度新しくやりました。 今までの里山の管理は、どちらかというとですね、あのボランティアで管理して、昔のそういうあの管理され、昔ながらの管理されてきた山を、そのまま、えー、そのままの管理方法で守っていこうというスタイルが多かったと思います。ただ、これにはもう限界が来ているんじゃないかと思っておりまして、あの時代に合わせて、問題の根源は里山は、かつては人間の生活に合わせて使われてきて、使われ方も 先ほど花粉の分析で松だったり杉だったりそば、えー、だったり、えー、いろんな使われ方をしてきました。あの持続可能な形かどうかは、まあ、過剰利用の時もあった気ですけど一応復元可能なレベルでの持続可能性を持った、えー、その時々の人間の社会生活に合わせてそこから資源を取り出すっていうのをやってきたのが里山で。なので現代の形で、えー、里山を使って 経済活動に乗せて、えー、そこでお金を稼ぐ人がいてあ、ガンガン稼がなくてもいいんですけど、とりあえず回するぐらいのお金を稼いで、えー、例えば買い込んでいきましょう、せっかくの資源ですので、買い込んでいきましょうっていうようなことを応援するような、えー、事業を立ち上げるということになりました、えー。私の説明は以上です。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 なるほどあの里山のやっぱり今を語るには過去のことも意外とねあの学べるようで学べない内容だったので改めて私たちも新鮮でしたありがとうございましたはいという話題提供を、えー、いただいてですね、えー、早速事例紹介に入っていきたいと思います、えー、じゃあまずはトップバッターは、えー、足立さんですねご準備大丈夫でしょうかミュートを外して。 私は今あれですね。ご自宅ですよね。自宅ですね。はいそ、それこそさっきの話にあった茅葺き屋根の古民家です。<laughs> うん、一応上にトタンはかぶせてありますけど、築 <laughs> 何年でしたっけ？築150年ぐらいですね。はい、すごいですね。はい、ちょっとそのちなみに、あの先ほど話にあったその牛を飼っていたスペースっていうのもここで飼ってたんだなっていう痕跡は残っています。<laughs> そういうあのライブ感、あのルームツアーも挟 <laughs> みながらなんて言って。はい、じゃあ、事例紹介。はい。はゃ、い、あ、<laughs> お願いします。ちょっと待ってくださいね。いけるかしら。で、スライドショー。スライドショーではい、OK です。<ん>う今、出てます。頑張れ、ちょっと今。ちょっと待ってくださいね。 これから少し話,す話をさせていただきます。えー、と元南魚沼市の地域おこし協力隊で、今は任期協力隊の任期3年間が終わりまして、えー、その後浦佐地域づくり協議会という、あのもうちょっと町中の方でのフットパスという、まあ、地域のありのままの道を歩いて楽しもうという。 事業の方を担当させてもらっています。安達智彦と言います。よろしくお願いします。で、えっ、ー、と今この写真に出ているのがまあ、辻俣地区のこれで今村の中の半分ぐらいだいたい写っている感じなんですけど。まあ、これ、この時はまだちょ。今はもう少し雪に覆われているような形の集落になります。先ほどに話にあって今16件で42人という。 非常に小さな集落になっています。えいじゃあよいしょで、えー、と辻又集落なんですけど、えーまあ、新潟県の南魚沼市、住所でいうと一ノ江平という山のふもとの方にある一ノ江村というところの枝,え枝村という扱いだ,だった集落になります。で、あのー、今この地図出てますけど、南魚沼市の本当に端っこにある集落でして、えー 今、冬場で町の中におり降りていく道も通行止めに一歩になってしまっていて、一度お隣の魚沼市を経由して、え南魚沼市の役場に行くにしても、駅に行くにしても、魚沼市を経由しないとちょっと今出れないような立地状況になっています。ただ、そんな、えー、42人の、まあ、俗に言う限界集落なんですけど、え新幹線の浦沢駅からだと車で、まあ、15分。 から今冬場だと30分ぐらいということで今新幹線の駅から15分で行ける限界集落というちょっと何て言うんだろうそれこそ遊びに来たりするには本当は便利なところになっています。でえと村の方が一応集落の歴史としては1390年に水内ち清兵衛門という名前の方が集落に来たという記録は残っているんですけど今でもその あの名前の「清」という字がずっと使われていて本家さんではもう本当にこの1390年から脈,脈々と続いているところなんですけど、えー、そうだなまああの水落ちさんが平家の落ちうどで、えー、とあと佐藤さんという源氏の落ちうどだったという人たちが。 あの本家同士が現氏と平家の落ちるが隣り合って仲良く暮らしているというところになります。で、えー、と今は16世帯42人なんですけど昭和30年代では48世帯200人ほどが住んでいたという集落になります。で、えー、と谷間なので日照時間が短,短いという部分とあと、まあ、最近その農業の大規模化なんていうのが言われてますけど。 どうしてもあの一枚一枚の田んぼも小さくて大規模にやっていくというのが難しい形の集落になっています。はい、で自分がこういう里山に関わるきっかけなんですけど、まあ、あの20代の頃は東京で介護の仕事をしていたんですけどちょっと旅に出たいなということで仕事を辞めましてずっと日本一周をしようと思って原付バイクで。 ぐるぐる回っていたんですけどその旅の途中の時にちょうど中越地震が起きましてで大学の先輩がボランティアに先に入っていて人手が足りないということでじゃあ,あのちょっと仕事も辞めて時間もあるんで行きますということでボランティアで関わったのが多分里山に関わった最初の時ですね。ここのののの時は南雄沼市の隣の隣の小路屋市隣隣小とというところで ボランティアを関わららせてもらってもっいましたただそんなことを一冬もやっていると途中で資金もなくなるものでその後あの下の写真にありますけど長野県の川上村のレタス農家で一夏住み込み込ででアルバイトをしていたんですねでその時にやっぱり仕事が終わって東京に秋になって帰ったら人は多いしあの10月になって帰ったんですけどもすごい。 長野の高原野菜に慣れていた体にはすごい熱く感じてもうちょっと東京は一生住む町ではないなという感覚になりましてでその後もずっとその中越地震のボランティアの関係からこの地区の、まあ、小千谷市のまた隣の十日町市の農家さんと知り合いましてこの上の写真にはこ世田谷自分当時世田谷に住んでたんですけど世田谷の子ども会の人たちを。 子供たちをその十日町の田んぼに連れて行って一緒に田植えをしたり稲刈りをしたりというそんな感じで里山との関わりはしていましたでそういった時にずっと関わっているとやっぱり住民の人からもう俺がいなくなったらこの家も終わりだとかもうあと何時 何年かしたらここの集落も何人住んでるかわからないってすごいその諦めな感じと寂しさを感じるのと同時にあの生活力の強さを感じることが多くありまして例えばその地震の時に家がなかなかこう住むのに大変な状態になっていたらもうあの横にあったビニールハウスの中に家財道具入れてここなら揺れても大丈夫だからなんて言って住んでる方がいたりだとか。 あとちょっとやっぱり困ったことがあると自分たちで何とかしてしまうようなあの部分もあったりしてそういった生活力の強さと東京に戻ると感じる何かあったら東京じゃもう生きていけないなというような脆弱さを感じることがありましてずっとそれなんでかなっていうのを考えていた部分もあったんですけどだったら自分がそういう地方に行ってみて住んでみて見れば分かるかなということでまあ ちょうど2016年から南魚沼市の地域おこし協力隊という形で就任し,しました。で南魚沼市の地域おこし協力隊になったんですけどこの時、えー、と南魚沼市の募集っていうのがあなたはこういうことをやってくださいよっていう決まったものがあったわけではなく非常にふわっとした形での募集だったんですね。であのじゃあそういう決まってない分いろんなことができるのかななんて ちょっと期待していったんですけどいざ実際行ってみたらあの、まあ、住民の方の方にとってはなんか協力隊ってすごい人が来て村の問題を一気に解決してくれるようなことがあるに違いないっていう部分であったりだとかあとまあ,あの NPO にお世話になっていたんですけどそこの NPO はあのやっぱり辻俣地区さ山林も多くていろんな。 活用されていないな資源があるのでそれをうまく使っていけばあの任期が終わってもここで自活していけるんだからあの自活することを考えているわけなんていう話があったりだとかあの行政の方としてはもうあの南を沼もし協力隊が入れるのが初めてで自分が2人目だったんですけど協力隊の任期終わったらとりあえず市内に住んでいてくれれば。 市内に住んでもらって住民が増えていればいいからっていうような感じで若干の放置気味な部分があったりとかそうやっていろんな思惑だとか思いのすれ違いにあの振り回されてしまっていました。でえっとこの時あの辻俣集落の方では実は住める状態の空き家っていうのが今はないっていうことで。 山のふもとのアパートに住んでそこから通いで集落に関わるような形だったんですけどやっぱりそれだともうあのすごい人が来て何とかしてくれるに違いないっていう住民の方の思いと同時に協力隊任期が3年間だから3年間終わったらどうせまたこの人もいなくなってしまうんだろうみたいな思いもすごく感じましてでまずはやっぱり自分がこのじ。 辻又集落に住まなければ始まらないなということで、まあ、なかなかな状態のその古民家だったんですけどもうあの辻又の住民になるのでここに住むために改修していくことをあの仕事の一環でやらせてくださいということで話をしまして、まあ、あの自分が住む家ための家を改修するっていうことがある意味協力隊の任務になるっていうちょっと <laughs> あの他からすると珍しいに 状態だったのかななという感じになりますで実は今日も多分あのその自宅の改修をいろいろ手伝ってくれた方も今この会に参加していただいて聞いてるはずです。でそうこうしているうちになので協力隊のうちっていうのはあの自分の家を直したことがほぼほぼメインであとは、まあ、あの集落の行事のお手伝いなんかもしましたけれど実際問題はあの そんなに大したことはできていませんでただその任期が3年間終わってまだここに住んであの働くのは山の麓で働きますけどここには住み続けますという話をしたことでようやく住民の方たちが「あこいつ残るんだ」というような感じでようやくそこから本当まあある意味本当の意味での住人の一人としての 認めれていただけるような形になりました。で、えっ、ー、と今取り組んでいるということということなんですけど、あの一番はやっぱりここに住みつこの右下のスライド写真にある家なんですけど、ここに住む住んでいるっていうことがまあ協力隊としての三年間の最大の成果かなという部分です。で、あくまでもそのまあ一人の住民として地域を なんとかしていきたいということで、まあ、あのちょうど作る方がいなくなってしまった耕作放棄になりそうな田んぼがあったんですけどあのそこを借りて米作りも少しやっていますであのこの写真に写っているのが自分なんですけど田植木もあの地元の方があの お前がやややるるんだっっったららじゃあうちちの田植機貸してやるからちょっとやってみろなんていう形で貸してくださったりとかしてあの本当にそういう周りの方が3年間の人気終わってからいろいろ協力的になっています。で、えっと、この下の写真がちょっと左下の写真が分かりづらいんですけどこれあの集落の中にある古民家カフェなんですけどそこで実はズームをつないで関東の神奈川の専修大学の大学生たちのオンライン 交流会ということであの自分の方で計画させてもらってやっていますそういったふうにあの地域が地域と他の地域なんていうのをある意味このオンライン飲み会やったところでまあ一斉にもならないんですけどあのそうやってちょっと村が面白くなればいいなということで村の中では動いています。 であと仕事の方では今この上にある感動の里山歩きへようこそということで浦佐のフットパスということで今このコースの整備をいろいろやっているところなんですけどフットパスっていう、まあ、地域にあるありのままの道をもう一回歩いてそういった地域の 良さを探していこうという里山歩きなんですけどそういった歩,いて歩く人が来ることであったりとか、まあ、地元の人にも歩いてもらうことによって自分が住んでいる地域があこんなにいいところがあったんだじゃあちょっと人が来るからうちの周り草刈りしてみようかとかじ,じゃあちょっと来た人にお米とか少しおもてなしをしたりして。 またこの地域を好きになってもらう人を増やしていこうとか住民の人が自分から動いていただけるような仕組みを今作ろうとしています。はい、で、まあ、あの今回の集落あのテーマの限界の突破集落ということなんですけど、まあ、あのそもそもの限界って何だろうっていうのが自分の中でありまして正直あの辻又集落まだまだそういう意味では限界 は突破していませんし、まあ5年10年経った時にじゃあこのこの集落なあと何件残ってる何年残るっていうのはずっとあのあるんですけどまあただあのそんな限界集落でもそこに人が住んで何かをしているっていうことで周りを巻き込んで少し変えていけるようなことがあるんじゃないかと思っています。 であとまあこれな,なんか最近流行りの漫画でも見,見たような気がするんですけど血は告げなくても思いを継いでいくことはできるということであのやっぱ自分も集落入ってしばらくしてからお前がここでお前みたいな移住者がどんどん増えて確かに村が盛り上がったとしてもそれはまた違うんじゃないかという話をされた方もいましてまああの なかなか自分もそうやって村に入って村を存続を少し伸ばすことはできるかもしれないけれどやっぱりそこでの,あの血筋は継げないけれどまあ思いをつないでいくことができるんじゃないかなというふうにも思っていますであとあの、まあ、人口減少高齢化に対応した形ということでなかなかやっぱり辻股集落相当と多分維持していくのは難しい状態なんですけど逆にあの 自分が中越地震で関わった集落なんかでも村の人たちは離れてしまったけれど、まあ、通ってきて田んぼ畑をやってみたりしている集落というのもまだまだあるので、まあ、どういった形がいいのかなっていうのはまだまだあの考えていく必要もあるんじゃないかと思っています。ここののの写写真真なんですけどこの、えー、と左上の写真がちょっと分かりづらい なかなか見づらいんですけど実はこれあの半黒義経ってて書いてあるんですねこれもあの村の方がやっぱり義経が来たっていう伝説もあるしその源氏の血筋もずっとつな,いつながっているので建て,て建てようということで、まあ、昭和のこれができたのは昭和の頃らしいんですけど、うん、そんなものが残っていたりあとあの右下のはまあ去年一昨年なんですけど。 そさっきまたオンライン飲み会やってて専修大学の学生たちが村にやってきて運動会を盛り上げたりだとか雪まつりをしたりとかそういった盛り上がりで関わってくれているのでこういった関係人口をつないでいくことでまたあの村の中が楽しくなるそれだけでも十分ある意味限界の突破に向けての小さな一歩にはなるんじゃないかなというふうに自分は考えています。 ちょっとなかなかすいませんうまくまとめて話せなかったような感じもあるんですけど自分の方こん,なこんな感じになりますありがとうございましたありがとうございましたあのすごく共感のチャットが湧きました <laughs> 東京の脆弱さにへきして地方に移り住んだ人が今日は何人か視聴されているようです、はいえー、では足立さん共有をオフにしていただいて、はい、次保坂さん、はい、ご準備をお願いします 保坂さんは外にいるわけじゃないんですよね、それは背景写真で。な,なんか、今外マイナス10度ぐらいなんで、寒いです <laughs>。では、保坂さん、よろしくお願いします。はいえー、早速、じゃあ、えーっと、始めたいと思います。えー、っと、はじめましてあの、保坂と申します。よろしくお願いします。えー、っとですね、まずは、えー、っとどうでしようかな。 えっと、まず自己紹介なんですけれども、えっと、まあ、先ほど冒頭の自己紹介でも話したんですけれども、私がいるのは、えっと、この、今見えてますかねえっと、私がおりますのは、えっと、東京都と、えー、埼玉県と、えー、山梨県のちょうど境目にある山梨県の、えっと、これ丹波山じゃなくて多波山って読みます。多波山村っていうところにいます。あの、最近だと、 鬼滅の刃の鎌田炭治郎があの生まれたと言われているあの雲取山っていうのが、えーと、実はここの県境にありまして、ちょうど。で、うちの村の方から、えー、雲取山に登ることができます。で、それにあやかってですね、あの今、道の駅は、えー、鬼滅の刃一色になってるというような村ですね。<laughs> で、ただ、まあ、あのー、人口がすごい少なくて、えっと、辻又ほどじゃないかもしれないですけど、えっと、関東の方では一番小さい村になってまして、えっと、今540人ぐらいしかいません。で、えー、村には信号機が一つだけ、で、最寄りのコンビニは50分車でかかります。というような、えっと、東京の隣の、えっと、小さい村におります。 で、えっと、この小さな村で私は何をやってるかというと、えっと、まあ、いくつかやってるんですけど、まずこの村に入ったきっかけからお話しますと、えー、私、もともと山梨県出身でして、で、山梨県の名産が欲しいなってずっと棒、あの、漠然とこう思ってまして、ただ何をこう、売っていけばいいかなっていうのが、まだ決まってなかったと。で、まあ、いろいろ調べてる中で、えっと、鹿という、まあ、 鹿が外獣で、まあ、全国的にこう被害を及ぼしてるっていうことを目にしまして、まあうちのふるさとは山だらけなんで鹿はいるんじゃないかなと思ってまして、まあ調べてみたら案の定鹿たっぷりいてですね、<laughs> で、農作物だったり、まあ森林だったりをこう破壊してるっていうのを目にして、で、ちょうど私が入ったのが4年前なんですけれども、私もあの足立さんと同じく地域おこし協力隊という形で、 あのこの村に輸送したんですけれども。で、その際にですね、まああの、山梨県の方が鹿を名産にしていこうという活動を始めたところでした。で、えっと、あ、これはいいと。なんとかちょっと、もうそろそろブドウもむほうう、もモ、コウとワイン。これだけで何年やってるんだ、山梨はって思ってたので、あのもうちょっと違う,こう名産品を作りたいなと思って、まあ、ちょうどその鹿が出てきたので、 あこれは名産品にして、もっともっとその山梨県の方に、まあ、山梨県は東京の林県なんで、なのに圧倒的にもう埼玉だったり、よまあ、神奈川だったり千葉だったりよりは、かなりこう引きを取ってるって私は感じていたので、まあ、なんとかそういった名産物を作って山梨県を発信していけたらいいなと思ってですね、あのちょっと鹿を売ろうと思って、えっと、この村に行きましたで。実際今、えっと、どういった鹿を どういった鹿をやってるかっていうと、おかしいですけど、あの、バジビエというブランドを一応やってまして、えーと、これホームページなんですけれども、こういうまあ商品を今作ってですね、あのー、まあ,あの、田場山村の鹿処理場というのがありまして、あの、結局その鹿のお肉を出すにあたっては、えー、鹿の処理工場を持っているところでしか鹿の販売ができません。 なんで、えっ、ー、と、この田山村にはその鹿の処理工場があったんで私が移り住んできたというような形です。で、当初は、えっ、ー、と、はっきり言って鹿の処理工場をやるつもりはなかったんですけど、あのー、鹿を東京に流通したかっただけなんで、あのー、鹿の鹿をですね、全部買い取って、その処理場、処理場から。で、おろしをやっていきたいっていうのが最初の私の入りでした。なんですけれども、えっ、ー、と、この村に入ってきたところ、えー はっきり言って鹿が取れないんですよ。これなぜかというと、かそばがある。あとは、えっ、ー、と、山がきついから。あの、崖のような山々なので、えっ、ー、と、鹿を引っ張り出してくることができないと。で、まあ、売るほど鹿がなかったっていうのが現状でして。で、なおかつもう一つ言うと、えー、そこで引っ張り出してきた鹿、それを裁く人が、まあ、高齢化でもうやりたくないと言い出してしまっているというような現状でした。 まあ、はっきり言って私の計画はもうその時点でもう崩壊してしまいまして、さあ困ったぞと。あの、一応私も妻子がいたので、あの、<laughs> あの、これどうにかしなきゃいけないということを考えて、いろいろ思考が探索をしていたんですけれども、あの、まあ結局のところ、やっぱり私がやりたいことで何かって、まあ原点に立ったところですね。 まあ鹿を売りたいっていうのが私の目的ではなかったっていうのに気づいたんですよね。あのー、結局やっぱり鹿をなぜ売るかっていうと、ええー、まあ山梨県の方に人をこう入れていきたいと。山梨県を活性化していきたいっていうのが私の目的でして、決して鹿を売ること自体が私の目的じゃないっていうことに改めて気づきましてですね。あの、そのための方法が、ええー、ジビであったり鹿だったりっていうことなんだなっていうのは、 なんとなく私の中で分かりまして、あの、全くやろうと思ってなかった、えっ、ー、と、鹿処理工場を、えっ、ー、と、やることに、その時点で決めました。で、えー、この歯科処理場をやって、少ない肉ですけれども、まあ、なんとか、まあ、6次産業化すれば、ちょっとはお金も出ますし、あの、上がりますし、そういったものに乗せて、えー、どん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 全国的に PR していけば、この一番小さい田場山村がですね、えっ、ー、と、近い将来、関東でに、 一番ちっちゃいって言えなくなるっていうことをですね。あの、結構夢見ながら、今こういう主観の商品を作って売ってるというような状況です。で、えっと、そんなこんなで、まあ、あの、時間も過ぎましてですね、えー、まあ、ジビエの方も、なんとかこう、商品もできて売れていくようになって、じゃあ次にですね、もうちょっとこう、全国的にアピールできるものがないかと。 こういったことを考えてました。で、えっと、そこで出てくるのは、まあ、この後ろにある、これなんですけど、えっと、これ何かっていうと、あの、テントサウナですね。あの、最近ちょっとテレビなんかでも結構話題になってると思うんですけれども、あの、外で楽しむことができる、えー、薪のストーブを使ったサウナになります。 で、えっと、思ったのが、えーっと、このサウナを使って、えー、もっともっとこう、田場山の方にえー、っに人に来てもらおうということを考えました。で、えっと、実際そういったイベント的な要素もあるんですけれども、えっと、このサウナを使って、えっと、もうちょっとこう広域的な過疎解消モデルっていうのを作っていきたいと思いまして、 えー、今こんなプロジェクトをしてます。ます以上。あら。表示。切りましたか けどあれですみません。えっ、ー、と、狩猟とサウナというイベントを今やってます。で、えっ、ー、と、しまあ、高橋さんの方からもお話しあったんですけど、狩猟とサウナってなんだみたいな感じなんですけど、えっ、ー、と、機械の処理場があるだけあって、えっ、ー、と、実は田波山村って、えっ、ー、と、すごく狩猟が盛んなんです。 あの、540人ぐらいしかいないんですけど、漁師が35人もいるんです。で、えっと、そういった狩猟のがすごい盛んな村なので、まあそういったその地域の文化である狩猟というのと、あとまあこういった話題性のある今サウナを使ってですね、あの、まあ地域活性イベントをこうやっていきたいなというふうに思いました。ですので、 まあ、狩猟とサウナって何って言われたときに、えっ、ー、と、地方、地方の文化と、あと都会の方々っていうのをつなぐ地域活性化イベントっていう位置取りで、このイベントをやろうと考えました。で、えっ、ー、と、実際、狩猟とサウナって、えっ、ー、と、まあ、地域と都会をつなぐイベントだとお話をしましたけれども、えっ、ー、と、今、タバでやっているのは狩猟とサウナなんですよね。ただ、えっ、ー、と、地域の文化と、あとサウナを掛け合わせれば、 これはどこでもこのイベントは打てるようになるとは考えてまして、私がやりたいことは、田山村を活性化させることだけじゃなくて、もちろんその山梨全体を活性化させたいっていう面もありますし、あとはその全国各地にあるそういった家族、高齢化で悩む村,村だったり、町だったり、そういったところがこう元気になればいいなと思っているので、そういったところの市町村とです、ねえー、ともに、まるまるとサウナっていうのを今後、どん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 作っていきたいと。 まあ、例えば山梨県の富士五湖の近辺であれば富士山とサウナ。あとは、えっと、先ほど佐々木さんの話もあったと思うんですけど、トレイルだったり、あそういったのことと掛け合わせてトレイルとサウナだったり、あとは釣りとサウナ、花火とサウナ。まあ、こういったことがどん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 展開できるんじゃないかなと思っています。で、えっと、これイベントとしてサウナを楽しむだけではなくて、えっと、本当の狙いはですね、実は、えっと、サウナって、 入ったことある方は分かると思うんですけど、えっと、虫風呂みたいな感じなんです。あのー、すごくお風呂から、お風呂に入ったような感覚になるので、例えばどこかが災害にあった時、えっと、電気を使わなくても、えっと、入浴をしたかのような気分になれるツールなんです。ですので、えっと、このサウナでイベントをやるっていうのがメインではなくて、イベントをやるのは、えっと、何もしてない時だけ。で、えっと、有事の時に関しては、えっと、こういったサウナを使って、 えー、サウナを導入している自治体同士が、サウナを貸し合うという、えー、災害時の連携協定というのを結びたいというのが、実はこれお、大きな目玉です。この災害時の連携を組んでどうするの話なんですけれども、これはですね、まず、えっ、ー、と、ステップが3つに分かれてまして、まず第一ステップは、狩猟とサウナということで、去年1年間、その狩猟とサウナを試しました。で、実際、これは人を集客できるイベントっていうことでもう実証ができたんですね。 で、これを今お話しした通り、第2ステップとしては、いろいろな市町村の方に紹介をしてきます。えー、サウナを使ってイベントをいろいろやりましょうと。で、えっ、ー、と、イベントがないときは、これは、えっ、ー、と、例えばどこか災害あった際に、えっ、ー、と、防災協定を結んで、そこで貸し合うという組み、仕組みを作りましょうと。とそうしていくことで、えっ、ー、と、3ス,ステップとしては、ここのサウナ連携っていうのが組めるようになってきますね。 このサウナ連携を組んでどうするのって話なんですけれども、今お話しした1,2があるんですが、さんとしてはサウナを導入して自治体ごとのイベント展開、並びに、えー、と自治体の災害時の仕組みを作りますとで。ここでの狙いっていうのは、えー、と小規模自治体の、えー、と広域連携の構築ですね。だからサウナを入りに実際自治体同士が仲良くなって、で、えー、広域連携を組んでいくっていうのが、 実はこの狩猟とサウナっていうのの目的です。はい。で、えー、今お話しした通り、継続的なイベントを各地で行って、地方の文化だったり、特産品とサウナを掛け合わせて、そのキーワードをもとに、仮想という交流人口を増やすと。仮想値に交流人口を増やしていくと。で、その後、えっ、ー、と、サウナがコミュニケーションパーとして有効なことを実証したところで、いろいろな実際にこれを、サウナを導入していってもらうと。 いうのが、実は目的の事業です。で、えー、その結果、公益連携が取れて、単体の自治体であればできないようなことが、えー、大きな、大きな隔でできていくと。まあ、e、EU 連合みたいなもんですよね。そういったものをこう作っていきたいというふうに考えています。はい。えっ、ー、と、素人サウナーについては、そんなような感じのお話になりますね。はい。で、えっ、ー、とー、まあ、ちょっとこういう形で、 まあ、いろいろ地域の方で私、動いているんですけれども、あのー、結局、なんでこんなことやってんのって話になるんですけれども、やっぱりまあ、もともと、なんでやってるかっていうとその、山梨県の地域活性化をしたいという思いだけでもあるんです。まあ、とにかく自分の故郷を大事にしたいっていう思いがあって、今こういう活動をしています。で、えっと、こっちに入ってきてすごく思うことは、 あのー、まあ、今回のテーマでもあるので、ちょっと最後にお話をさせていただこうと思うのは、あのー、正直こういった里山、もう本当に限界集落ギリギリのところでやってる里山って、今後どうなっていくんだろうっていうところのお話をさせていただきたいんですけれども、実際私が思う里山の未来っていうのは、えっ、ー、と、ものすごい明るいってわけじゃないと思ってます。で、えっ、ー、と、ものすごい明るくないところを、なんとか明るくしていきたいぐらいです。 ですので、そこで一番大事なのは何かっていうところは、えっと、私が思うのは、もう本当にズブズブの関係人口。まあ、ズブズブの関係人口って何なのって話ですけど、ただ単純に関係人口、関係人口って、まあ、言葉だけがこう踊ってるような感じを受けるんです、私。もう本当にですね、この狩猟とサウナをやっている我々メンバー3人なんですけれども、私以外のメンバーは、えー、2人とも東京の方で仕事を持ってます。 で、まあ、2人とも会社をやっています。で、そういった方々がですね、足しげく、この田場山村の方に、もう本当に月に2回、3回、通い続けて、こういったイベントを立ち上げてます。で、こういった活動っていうのが、おそらく非常に重要になってくると思ってます。で、えっ、ー、と、今のこの回もそうですけれども、はっきり言って、ズームだったり、なんだったり、まあ、こういう、今、ご時世になりましたから、地方と都会をつなぐっていうのは、もう容易にできるわけですよね。 で、そこで、これからどこか一箇所に住むなんていう時代はもうほぼ終わると思っていて、何拠点かに、何拠点かにこう住むところを置きながらですね、拠点を置きながら活動していくっていう時代が出ると思います。で、そうしたときに、都会の人たちが里山で起きてることじゃなくて、里山で起きていることは自分のことだと思ってもらいたいんですよね、私の中では。はっきり言って、これ我々運命共同体ですから、地方創生っていうのは、 都会の方々と、こういった我々みたいな地方に住んでいる方々が一緒になって進めていかないとできないことなんで、こういった形をですね、あの、本当にぜひ作っていきたい。あの、都会の方々に、えっ、ー、と、本当にお話をしたい、伝えたいのは、我々村だったり、過疎のところにいるメンバーっていうのは、やりたいこともアイデアだって、えっ、ー、と、アイデアだったり何だったりはすごく持ってるんですよ。 ただそれができないっていう現状があるんです。だから地方の人が悪いわけではなくて、もうこうなってしまったから,からには、外の人が助けないとここは変わんないんですよ。で、ここが衰退すると、もう都会もダメになってしまいますから、とにかくアイデアが欲しいんじゃなくて、我々が欲しいのは都会の方のお時間だったり、あとは体力だったり、まあはっきり言ってお金だったり、そういったものさえ一緒にあればですね、一緒にこういった村で、 活動をしていくことができると思ってますし、そういったことがサテンマをつっていくことだと思います。ですので、ぜひですね、どん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 村の方に村だったり町だったりに入ってきてもらって、一緒に活動をしていきたいというところですね。まあ、こういった活動がサテンマを救っていくんだと思っています。はい、すみません、以上です。ありがとうございました。あのすごくあの狩猟とサウナのところで。 えー、結構サウナってあサウナやってるやってるってコメント多かったんですよ。でそれが災害時にも使えるんだみたいなコメントもたくさん入ってきていてぜひぜひこれを機会にですね、えー、保坂さんとつながってい、えー、けたらいいかなと思いますんでまた積極的にはい、えー、やっていきたいなと思います。保坂さんありがとうございました はい、えー、ではですね最後藤本さんお願いしたいんですが、今小坂さんからもその都、都会と地方をこういう形でつなぐのが容易になったよねという話がありましたが、えー、まさかのバリー、<laughs> 今日はねあの岡山からの、えー、あごめん言っちゃった <laughs> ご実家からだと思うんですけど、<laughs> あの今ね帰国中でね準備 OK ですかね。あこ <laughs> さん大丈夫ですか。はい。はい、OK です。ちょっと声が遠いかな。 あも,しも,しもしもしはい、はい、もしもしもしではお願いしますはい,はいえっとアースカンパニーの藤本あこと言いますあの普段は、えー、インドネシアバリ島に、えー、住んでいるんですけれどもあの昨年から一時帰国をしていまして今は実家の岡山から今日はつながせていただいていますえっ、ー、とインドネシアバリ島に行かれたことって でありますかもしあ,のあるよっていう方もうないよっていう方もチャット機能あるのであの教えていただければあの嬉しいです、えっと。バリ島はですね、まあ、インドネシアの中の1つの島なんですけれどもあの1万7000ぐらいインドネシアって島があるんですねでその中の,あの1つの島です。バリ島って囲っているところが、えー、そうですね。 で私はですね、バリ島ってこんな形をしているんですけれども、えー、バリ島の中でウブドと呼ばれる地域に住んでいます。でバリ島というと、あの皆さんイメージされるのは、こういったビーチリゾートだと思うんですね。で、これ、実際にバリの写真なので、そのイメージっていうのは間違ってはないんですけれども、実は、 これインドネシアのデータですけれども2011年ちょっと古いデータですけれども GDP に占める農林水産業の割合っていうのは14.7%で農業国ですでお米の生産量も非常に多くてあの日本の何倍もの,あの量のお米が取れていますでこの写真も実は私が住んでいる地域の写真なんですけれども、まあ、伝統的なお米作りの島なんですね。 でこれはあの私がバリ島で住んでいるお家です。あのこういったコンパウンドっていうんですかね、あの一つの敷地の中にバリ人のいろあの家族のいろんな人のお家がこうある、その一角に私は住んでいます。でこれはあのベランダからの風景ですね、こういった形であのもう田んぼのど真ん中に住んでいるっていう感じです。で今日はあの 里山のお話っていうことであの里山って言葉自体はバリではもちろん使うことはなくてあの 国際的にもそのまま里山っていう風に使われると思うんですね。なので今日ちょっと不安だったんですけれども、あの冒頭の佐々木さんのお話であ大丈夫？私里山というか、まあ農村に住んでるなっていうことで安心してあの参加をしています。で、たくさん今日あの写真を見せながら、あのバリのことを紹介しようと思っているので、なんかちょっとした旅行気分で味わってもらえたらなという風うに思ってます。 でインドネシアというとあのイスラム教の人が多いイメージかなというふうに思うんですけれどもバリ島はですね実は90%以上がヒンドゥー教徒です。でインドのヒンドゥー教とはまたちょっと違う特殊なバリヒンドゥー教という信仰を持っています。ですごくあの村一つ一つの組織がすごく強いんですね。でえっと、例えば警察も バリ全体のにいる行政の警察官よりもあのバリの、えー、とバンジャールといわれる村組織の、えー、警備員の方がはるかに力を持っているというような感じですね。で深い信仰にありまして村人の収入のほとんどは村の祭事ですね宗教祭事にほとんど使われています。 でこの写真も私の家の前の写真なんですけれどもこうガムランっていうバリ島の伝統的な音楽がこう聞こえてきてえ家を出るとこういう感じであのみんなが座ってたんですよね。でこれ何してるかっていうとあの、まあ、考え方ですけどコロナっていうものがウイルスっていうよりはどちらかというとあのこう呪,呪いといいますかあのそういったものだというふうに思ってる人が非常に多いんですね。なのであののででああっていうんですかねあの 土地を沈めるとか悪霊をこう退散するっていうような祈りをあのかなりの回数コロナが発生してからあの開かれています。はい、で、えっとまあ、至る所に神がいるっていう神々の国というふうにあの形容されることもあるんですけれども左側のこのバイクの写真は鉄の神様に祈りを捧げる日ですね。なので車で車あるとかこういったあの 鉄があるところにお供え物ををつけて生活をしますでももう一つあのすごくご紹介したいなと思っているのがこのバリヒンルー教の中でバリ人が最も大切にしている、まあ、暮らしの哲学というか生きる哲学みたいなものがあるんですね。それが「鳥ひたからな」っていうふうに言うものでして。 これはですね神々との調和人々との調和自然との調和この3つの調和が、えー、こう幸せに暮らしていくための原則であるっていう考え方なんですね。でこれを非常にバリ人は大切にしています。 で今回、その里山との関わりと背景ということで一番一つお題をいただいてたんですけれども、まあ、私の,あの関わりとしてはもうただ単によそ者としてこの村に受け入れてもらっているというあのそういった日本人であるという関わりを今しています。でもう一つなんか何に取り組んでいるかということと、まあ、今何を持っているかというところなんですけれども、まあ、私が勤めている一般社団法人 アースカンパニーはですねあの40人ぐらいの小さなチームです。で、拠点は、えー、バリ島にある日本のまあ、NGO ですね。で、やっていることはですね、あのー、この1枚ペラにすべて書かれてるんですけれども、まあ、ミッションのところ、今回のイベントのテーマでもあると思うんですけれども、次世代につないでいく未来という。 あのそのために人と団体を支援育成していく、えー、団体です。で、ただあの日本にとどまらずアジア太平洋エリア全体を、えー、の人と団体っていうのを、えー、一つの まあフォーカスしていいるという感じですねで私の仕事はですね研修事業の担当なのであの左から2番目のインパクトアカデミーという研修事業を私は担当しています。ただ今日のお話にすごくつながってくるのは一番右側にあるあのホテル事業かなと思ったのでこの後少し紹介していこうと思います。であの先ほどまあリゾート でであるとといいいいうううことは間違いないというふうにあのお伝えしたんですけれどもあのバリ島には日本人の方もたくさんいらっしゃっていましてもうたくさんのリゾートホテルがあるんですね。でこのホテルが一日に使う水の量って実はこの大きなプールを見ていただくとイメージできるかと思うんですけれども2500リットルほどの水を使います。でバリ人が使う水の量っていうのは180リットル。 くらいなんですねで先ほどあの農業大国であるというふうにお伝えしたんですけれどもあの水がなくなくっっちゃってるんですよねプールで水をたくさん使いすぎてで私が住んでいる、えー、農村エリアから車でちょっとだけ離れると突然トウモロコシ畑に変わっているエリアっていうのがあるんですねでそれはあの水がなくなっているからです。もともとバリは3季、えー、作お米を作ることができるんですけれども えっと三回ですね。3回作ることができるんだけれども、こう水が少なくなってきたので、えー、2回はお米を作って、1回はトウモロコシに変えるっていうようなことをしています。トウモロコシはあまり水が必要ないからです。でもう一つは、えー、観光客のゴミの量ですね。バリ人の何倍ものゴミを、えー、観光客の方は出していきます。で、まあ最終処分処理場っていうものももう あのパンパンになってきていて、これからあの観光客が出すゴミをどういうふうに処分していくかっていうのは非常にバリ島の中でも課題になっています。で、こういったあの課題を抱えているからといって、じゃあ観光業をみんなやめましょうっていうことには決してできないんですよね。じゃどうしていけばいいかっていうことを私たちはあの考えていまして、ま課題の一部になっていくんではなくって、解決策に。 なるための、まあ、モデルを作っていこうということを考えて、えー、ホテルを作りましたでこのホテルは、えーまあ、経済が回っていくほど人や社会環境が良くなる、まあ、循環型の仕組みというものを、まあ、体現するために、えー、作ったホテルですでホテルをちょっとご紹介しますね これ2019年にたったばっかりのホテルであのすぐにコロナになってしまったのであのとてもつらい思いはしているんですけれどもあのコロナが明けて来られるようになったらぜひ皆さんにも遊びに来ていただきたいなと思っています、えっと、コンセプトトリヒタカラナの先ほど写真を見せたんですけれどもあのこのホテルもトリヒタカラナの考え方に忠実に行こうということであの上から見るとこう同じマークになっていますでこう ビラの上を見ると、あの黒色の四角が見えると思うんですよね。これがソーラーパネルです。私たちのこのビラで使っている電力っていうのはソーラーエネルギーを使っています。で、あと水の問題先ほどお伝えしたんですけれども、もうまさにあの田んぼのど真ん中にあるので、ここでたくさん水を使うわけにはいかないんですね。なので、あの雨水を百パーセントろ過をして飲む水も雨水だし、あのシャワーなんかで使う水もすべて雨水です。 であとキッチンで使っているお出ししている料理っていうのももちろんオーガニックなものであったりとかあと種は F1 種とかは使わずに原種の種から育てたお野菜を使っています。ああととででですすねマナストアというショップがあるんですけれどもここで使って 作っているもの、ここで使っているものはあの地産地消のものですね。でバリってまあいろんな国からいろんな人が来るので、あのオーガニックだったりとかするんだけど、フランスで作られてフランスから送られてきてるってものもすごくたくさんあるんですよね。そういったものではなくってバリの人が伝統的な方法で作っているものをショップで売るとかですね。あとまあ、NGO が作っているものとか、あとまあ、バリもたくさんの社会課題を抱えていて、そういった課題を解決するためにまあ女性 女性が頑張っているとか子供が頑張って作っているっていうようなものをここでは販売しています。で基本的には測り売りを徹底するようにしています。でもうちょっと大きい写真でお見せするとあのビラ自体はこんな形をしていて、まあ、太陽光パネルがついていて、で、えー、ここで使っあの置いているシャンプーとかリンスとかはすべてオーガニックなものなんだけれども排水ガーデンもちゃんと作っていてあのちゃんとろ過されてそのろ過されたものがあの外に出ていくという。 仕組みになっています中はこんな感じですこの,あのマットレスもサブスク製になっていてあの何年か後にはこれをまたあの引き取ってもらってリサイクルするっていう形ですね。はい、これはあの先ほどご紹介した何を売っているかっていうところですね。はいまあ、こんなことをあのウブドであのやっています。 でですねあのすごい大きなお題ですよねあの里山の未来っていうお題をいただいてあの決して私が答えられるようなものじゃないなと思うんですけれどもあの感じていることをそのままつらつらと共有したいなと思っていますえっとコロナが始まった時にですわって時にはあのまだ私ウぶドんにいたんですねで、えー、私はリモートワークなのであのまあお家のテラスからこの 農村の,の風景を眺める時間っていうのは必然的にすごく長くなりました。で、えー、ウブド自体は流通の問題は特になくて必要なものっていうものは手に入るしあの地元で採れた新鮮な、まあ、有機野菜とか、えー、お米っていうものをいただくこともできるし地元で作られた、まあ、オーガニックな石鹸なんかであの手をきれいに洗うこともできました。で十分なものを があればそれを近所の人と分け合ったりして、まあ、もうとにかくコロナ収束を祈るっていうことを続けていたんですよね。でこういろんな生き物も遊びに来るのでこういった生き物観察をしながら日々を過ごしていましたで、えっと、コロナが始まって 1, 1ヶ月2ヶ月ぐらいしてから少しずつこう見えてくる風景が変わってきたんですね。 でそれはあの畑に出る人がやたら増えてきたっていうことです。でこれはですね、あのもうバリが観光業が完全に破綻をしていて、えー、デンパサールとかですね、クタとか、あのま,まさにあのビーチリゾートのエリアの、えー、ホテルとかレストランっていうのは、もうかなりクローズしました。で彼らは生、ま、きなければならない。 で生きるためには食べなければならないので食べ物が作れる場所であるとか食べ物があるところにとにかく戻ってきたとということ、えー、ですで実際に私のお友達の,あのワイヤンさんという方もホテルのお掃除のお仕事をしてたんですけどそれもあのなくなってしまったのであの自分たちが持っている土地でとう子畑を作り始めたりしてました。 私はこのあの風景を見てすごくなんかあの心強い島だなっていうふうに思ったんですね。でみんながあのそれぞれ自分の生活を成り立たせるために、まあ、1人だけではないんですけれどもこう家族でこう生活を支えてでそれをこう村の組織がこうサポートする守っていくっていうなんかそういった環境に戻れるバリ人ってなんかすごくこう なんて言うんてうですか農村がこう人々の暮らしを守っていくっていうなんか圧倒的な力みたいなものをこう目の当たりにした気がするんですね。でこの話をドヤ顔で日本人の人にすると大抵の,あの一定の年齢よりも上の方は日本の昔と同じだね <laughs> って必ずおっしゃるんですね。でバリに あの来られた年配の方も懐かしいってすごいおっしゃるんですよねで。きっとそうなんだと思うんです。日本の昔とすごく共通するところっていっぱいあると思っていてでただ、もしかしたらあのちょっと違うのかなという点もあるのでご紹介したいと思います。でそれははででですすねね私が住んでるウブドウです、ね、ここは すごくよく言えば日本の京都みたいいなところでですすごく伝統文化を大切にしているエリアですで、えー、と海外のフランチャイズのチェーン店などの開発っていうのはあのかなり制限をされていて確かにスターバックスとかはあるんですけどこれだけ海外のものが入ってる中ではあの相当そういったお店は少ないなというふうに思います。 で開発ホテル開発をする場合とか何かお店を作る場合は、まあ、現地の従業員を雇わなきゃいけないし教育しなきゃいけないという義務がありますでこの写真のワヤンさんは、えー、私のお家にお掃除に来てくだ,くださっている方なんですねで日本でお掃除の人をつけるってどんなリッチな生活してんのって思われるんですけどもうこれは義務なんですねもうみんなが雇わなきゃいけないんですで開発の 開発する場合その面積の3分の2くらいはあの棚田であるとか森林として残さなきゃいけないとかですねあとは、えーまあ、バリ島ヒンドゥー教は月をとても大切にしている宗教なので、まあ、満月とか新月とかあと何でか分かんないんですけど毎週木曜日は伝統的な衣装を着て、えー、過ごさなきゃいけないんですねでこれは外国人も一緒なので私もこの時はいつもあの。 民族衣装を着てて出社ももするしし生活もしていますでこのウブドというエリアはもう一つ特徴があってものすごく外国人の移住者が多いんですねで先ほど保坂さんおっしゃっていたその今の時代多拠点生活が当たり前になってくるだろうっていうふうにおっしゃってたんですけどまさにその形であの海外の人がバリを一つの拠点として生活をしているっていうことがあの ととても面白いなと思いいな思ますすノマドワーカーカうんですかねパソコン1台あれば、まあ、どこでも仕事ができる人たちがここに集まってきています。でなんでウブドに集まってきているかっていうとへ、まあ、伝統文化を守ってもう本当に自然に謙虚な暮らしをしてるそ,それをこう体験したいそこに共感した人たちが集まってきているんですよね。 であの生物多様性のことはあのここがどうなってるかっていうのは私は分からないんですけれどもでもあのもし守られてるとすればその伝統文化を守ってこう自然と共に生きた結果生物多様性が守られている誰かがこう守ろうとかあの,あの生き物は大切だっていうことを話しているのは一度も聞いたことないんですよねでもあのうまく共生してるで外国からの移住者が増えている。 でこう環境意識が高い移住者が増えていくことによってこれもまた相乗効果になっていて結局オーガニックの野菜じゃないと誰も買ってくれないでそうなると農家はオーガニックに変わっていくんですよね。でもう一つは面白いのはバリ島の若者たちがとても強いです。でこれは、えー、っと私がバリ島に移住した、えー、去年 一昨年移住したんです、ね、一昨年の春ぐらいにスーパーマーケットとかコンビニエンスストアで配られていたビニール袋商品を詰めてくれるビニール袋っていうのは一斉に廃止になったんですねでこれはあの5円で買うとかそういうのはなくってあの全く廃止ですなのでエコバッグを持っていかなかったらもう手で持って帰るしかないっていう状況ですね でこういった、まあ、環境意識が高い移住者と、まあ、バリ島の若者たちの、えーまあ、動きによって村とか島の持続可能性っていうのは非常に高まっている面白いあの例だなというふうに思ってます。で里山の未来っていうものは私は語れないんだけれどもでもなんかこの何て言うんですかこう鎖国しているわけでもなくグローバルな波なんだけれどもなんかその風に歯向かわない。 歯向かってはいないなのにこの形っていうのがもしかしたらすごく未来的なのかなっていう,うなあな気がしています。日本ですごくあの資源輸入大国ですけれども、まあ、これから円がそんなにあの今まで通り使えるような価値を持つっていうことがなくなった時に、まあ、ただの資源のが貧しいなっていう国にならないようにあの農村の暮らしっていうものをあの 考え直す、すごくいい、あの機会だなというふうに思っています。はい、時間大丈夫ですか。大丈夫じゃなかったですけど。<あ>大丈夫です。<laughs> いいですよ。ありがとうございました。あの、すごく面白いお話で、皆さんも多分。 質問をする暇もなくふむふむと聞いていたんじゃないかなと思いますではあの残りの時間ですね9時までの時間、えー、先ほど話しだいた4名プラス私でですねトークセッションをしていきたいなと思います、えー、今パソコンでご覧になっている方は画面上に、えー、パネラーが並んでいるかなと思いますがじゃあパネラーの皆さんあのマイクオンにしていただいて、えー お話し,していいいきたいなと思あの質問というより共感の言葉があのたくさん、えー、あったかなというふうに思ってるんですが、えー、まず登壇された方の間でですねえー、っとあの誰々のこれがすごく共感したよとかここ聞きたいよってことがあったらあの聞いていきたいなと思うんですけど、えー、そしたら、えー、まず佐々木さんからお願いしてもいいですか はい、あのー、皆さんのお話すごく、あのー、楽しみながら聞かせていただきましたの楽しみながらっていうところなんですけどあの足立さんの,あの話の中で楽しみながらっていう楽しさっていうキーワードがちょろっと出てきたんですね、うん、やっぱ里山どうしてもあの限界集落とかなんか寂しくなっていくとかですね、あのー、そんなイメージの あの強く出てるところがあるんですけどこの楽しみながらやるっていうのはものすごく大事な観点じゃないかなっていうふうにあの思って聞いておりましたやっぱりあのどんな取り組みでもですねいやいややるのでは長続きもしませんし地域の人たちが自ら動いてあのやっていく時にもやっぱ楽しさがなければだめだろうと。 あの真面目にやることももちろんいいんですけどやっぱ楽しみながら、えー、やるっていうのがすごくいいなと思ってておりました以上ですはい、はい、ありがとうございますそしたら足立さんあの印象に残ったこととか質問とかそうですねあのバリの藤本さんの話を聞いていて、うん、そのまあ若者がそのすごい人気がいいっていうことであるとか、うん、その環境意識が高いっていう、うん、ところがまず、あ あのなんでだろうっていうのが結構感じましての自分も今あの辻まに関わっているとやっぱりこの辺の地域自体今その村の中を実質結構いろいろ動かしているのってやっぱり上の世代が結構重鎮のように、うん、まあ昔からの知恵も使いながらっていう形でやっていたりだとか、うん、あとまあさ先ほどもそのご,ご,ごみの状況なんていうのもありましたけどまあ,あの正直 環境意識っていうところにはいかない本当昔ながらの生活みたいな部分での意識はあるんですけど環境意識っていう意味ではまだそれほどでもないのかなと感じる部分も多いのでその辺の,そのさらにその根っこにあるものっていうのは何だろうなっていうのはちょっとうん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 同じこと思いました。ななんでバリのの若者は環境意識が高くなるのに えー、日本だと、ね、おじいちゃんおばあちゃんは昔の知恵レベルというかねずっとそうしてきたからそうしてる程度の,あの環境に優しい活動をしてることあるんだけどちょな,なんでだと思いますさんなんでですかねあのねあれですけどでもすごく思うのはあの、うん、なんていうんですかあの地球に近いっていうとちょっとあれだけど、うん、なんかねあの こう日本にいるとすごくこう土とこう切り離された生活をしているなっていうのはバリで感じたんですよねすごく土が近い、まあ、自然に近いんですよね。であのそうするとこうゴミであるとかそういう人間が汚すっていうことが日本にいるよりもすごくあの違和感を感じるっていうのはバリに来た日本人の人にすごく言われますね。うん、なので うん、土に近いってすごいあれですけど、それも一つかなって思います。あなんか分かる気がしますね。うんはい、ありがとうございます。保坂さん、なんかありますそうですね。土がなければ生きていけませんね。はい、そうですねあの。藤本さんのコロナが始まった時の外を撮った写真がすごい綺麗だなってい。えー、<laughs> <laughs> すごいコロナ始まったばかりなのに、すごいいいところで。 としてるなーって思ってすごいぼーっと見てたんですけど <laughs> <laughs> いやあのー、ちょっと思ったのはさっきの、まあ、佐々木さんと足立さんのお話にもあったかと思うんですけど何ていうのかな結構寂しいとか楽しいとかってイメージあると思うんですけどその里山について、うん、で私もこういう村に入る前はここの村寂しいなーって思って外から見てたんですけど。うん 一歩入ってみると、その住んでる人たちって全然寂しくなかったりするんですよね。さっきの,そのバリのお母さんの、まあ、お手伝いさんの方もすごくいい笑顔で笑ってますし、でまあ、インドネシアの方々ってすごい陽気だったりするじゃないですか。で足立さんの、まあ、ちょっと村もどんな感じなのかなって聞きたいんですけど、実際私は思うには、私はもうたばえももらって。 入って初めて思ったのは、すごく人があったかくて、うんうん、すごくいる人たちは、村はこんなに寂しいのに。いる人たちはすごく楽しい人たちなんですよね。そういうの、なんかこう里山ってある気がするんですけど、どうなんですかね。うんうん、そうですね。あの自分感じるのは、あの寂しい部分っていうのもあるんだけど。今の。 辻また住んでいる人たちなんかはその寂しさをあまり見ないように逆にしている面っていうのもあるのかなっていうのはあってもうあの、うん、それこそ10年後20年後っていうのを考えると村の存続がどうなってしまうかわからないっていう部分はあると思うんですけどあまりそういう日常の会話の中でそういうことを出してこなかったり<ー>、うん、ただまああのいざちょっと突っ込んで話すそういう寂しさもあるんですけど まあそういうのはあまり普段は表には出さないようにもしながら、まあ、まずは楽しくやっていこうっていう意味、うん、空気は結構ありますね。うん,うんそうかもしれないですね。なんか時間の流れが少し違うのかもしれないしそこに住んでる人が醸し出す時間の流れが多分辻またレベルのと言ったら失礼ですけどあ,のあれですよね 高高齢化率もむちゃくちゃゃくいんですよねそうですね、うん、その割合であの私お仕事であの伺ったことがあってで、うん、そこでお仕事としてねあの村の未来を考えようみたいなワークショップをしなきゃいけない時があってですね、うん、その時は寂しかったですねあの,あの聞いちゃいけないこと聞いたんだなみたいな。<laughs> <laughs> ちょっとそうですねそうさあのコメント頂い,いてますけど寂しさの範囲とか規模あと都会にいる私たちが感じる寂しさとも違うんだと思うんですよね本当にに何だろう生きるにつながるところが寂しくなるので考えちゃうと。なんか 孤独で寂しいとかいうレベルじゃきっとあこさんがさっき土と離れるみたいなことの恐怖に近いのかもしれないですけどその寂しさっていうのも感情の感じ方も違うんじゃないかっていうことがもしかしたらあるのかもしれないですね、うん、はい。その種類が違うっていうのは確かにあるのかもしれないですそうかもしれないですねうん。あの私がたくさん喋ってはいけないですけどその楽しいっていうのも人が外から来た時とか来てくれた時に楽しい ってなるけど、その後残る側の寂しいもあるじゃないですか。なんかイベントやって終わって、どうですか、その方坂さんそのわってこう。サウナでイベントで人が来て。撤収とかいう時の、なんか独特の。ああ、寂しくてたまらないですよ、ね。<laughs> そうそう、なんかこう。そう、祭りが終わっちゃったみたいな感じですね,ねえ。そうそう,そうで、ああいうのも、なんだろう。 重なっていくと、村の人は、なんか寂しくなるのかもしれないです、ね。いや、だからやっぱすめってなるのかなって。ですね、うんな。なんか、まあ、ここ、コメントにある、その田舎に行けば行くほど都会暮らし。を志向しているからでは、うん、みたいな感じの話があったんですけど、うん、まあ、本当にそうなのかなとも思いますよね。うん、そうかも。うん、なんか、田舎に来て、田舎に来ると、今度はそこがこう。 寂しいなって思ってこう都会のようにしたくなったりするじゃないですか夜とかワシャワシャさせた,させたくなったりだとか、うん、でも都会に行くと都会に行ったでう,うるせえなーってなって <laughs> 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 だからけ、まあ、結局やっぱりそういうことだと思うんですよねだから まあ行ったり来たりっていうようなところが現実的になってくるんじゃないのかなっていうのはすごく今思ってることなんですけどね、ねはい。いや本当そうですね。ありがとうございます。まああの四人の感想を聞いたところでこんな感じであの続けておしゃべりしていきたいなと思うんですけど、一つだけ質問があのいた質問として質問をいただいているのは一つあって、そのゴミの話。 ですね、あ,のあ,あこさんのお話で観光客が出すゴミの量が大変だって話もあったしそれにつな、まあ、がる話として足立さんがその昔の人は昔の知恵レベルでゴミの出ない生活をしてたりするけどそのゴミを出すことへの意識とかあのもしかしたらあの不法投棄に困ってるとかそういうのでもいいんですけどその里山が出すゴミらしいゴミってなんだろうみたいな話とかちょっとその辺、えー、聞いていきたいなと思うんですけど。 そうですね、うんと、先に佐々木室長にあれですかね、そういう里山に投棄されるゴミの話とか、あのなんかもしご存知のことがあれば、あ<ー>あの変異とか、推移とか。<laughs> あすいません、えっとですねあの、あまりゴミ行政に明るくなくてですね、そんなにそこら辺は知らないというのが本音なんですが、自分もいろいろ田舎,で田舎に住んだこともあるし、田舎にも行くんですけど、はい、あのゴミはすごく多いなって思いますよね。でゴミとしてて目立つものっていうのっっがやっぱりあの、うん なかなか自然に帰らないものだからなんだと思うんですけど、缶ービールとかそういうものなんですけど、意外とあの外から来る人もまあ捨てるんですけどあの、田舎の人も結構捨てるよね。なとこあったりして、道路沿いのゴミとか見てると、なんかビールの缶とか、ああ、なんか飲酒運転しながら捨てたのかなみたいなとか、いろいろありますよね。<laughs> でそういうい性質のの地元の人も捨ててるし 外から来た人も捨ててるしみたいなタイプのものと、本当にあの不法投棄として、ゴンってまとめて捨てていくような、これはあの県とか市町村の行政がみんなすごい困ってることですけど、あちこちに監視カメラとかつけて、一生懸命まろうとかやってますけど、不法投棄としてやっぱり捨てられちゃう部分っていうのも、やっぱりあの見逃せない問題なんじゃないかな。人がが少少なないと監視の目が少ないとか こういうところで、あのどうしても狙われてしまうとかがあるのかなというふうに思って、あの今までいろんなところを見てきました。そうですね。ありがとうございます。その意外と都会の人がゴミを出すという時間は私もあ,のあったりしますけど、そうあの日本の里山のお二人から見てその辺どうですか。どちらからでもゴミと村。<laughs> そうですね。やっぱりあの。 でもまあ,あのさっきの寂しさとかもあるんですけど実は結構生活って普通にできていて、うん、まあ車があれば15分行けばスーパーもあるしコンビニもあるしという感じでで見てるとやっぱりそのまあ、空き缶であるとかそういった容器の包装紙とか、うん、例えば何か食べ物買った時の袋とかそういうゴミが結構。 多いいなととうのがつあと、まあ、あの先ほどの不法投棄の話もありましたけどあのそういった外から来た業者の方が、うん、それこそダンプで車通りの少ないところでどっさりっていうのは、まあ、辻又ではないちょっと隣の地区ですねそういったものが問題になったりなんていうのもありますし、うん、あと意外に地元の方が例えば使えなくなった農機具だとか。 見えないところに置いてしまえばいいかという今は多分もうないと思うんですけどやっぱり10年に20年とか結構経ってそうなのがこの間もあのもう長いこと作ってない田んぼのところをちょっとさあの探検してたら <laughs> なんかあるぞここにっていうのは <laughs> あれ捨ててたんだみたいなね <laughs> 置いてたんじゃないんだみたいな <laughs> 見えないところに置いときゃいいからみたいな。若干 昔はあったなという感じはします。ゴミのレベルが高いよね。<laughs> まあ今ではそういうのさすがにもうないかなと思いますけど。なるほど。はい。小坂さんもそんな感じですか。そんな感じですね。<ミ>なんか、すごいこう。里、まあ、里山と都,都会っていうか、うん、なんか個人差な気がするんですけどね。うん、ああ、そうかもね。なんか。うん、まあ、すごい守ってる人も守ってるし。 あの冷蔵庫とか捨てちゃう人は急に捨てちゃうしみ、ね、<laughs> たいな。<laughs> そうなんか敷地が広いと捉えるか、あのー、なんていうかね敷地が広いと捉えるか自然の上にゴミを捨てられないと捉えるか確かに個人の差だなと思って <laughs> でその辺、ね、からこう入っていこうかなと思うんですけどあこさんのお話からやっぱりそのバリの人のさっきね若い人がなんでそんな環境意識が高いんだろうみたいなこととかもつながってくるんですけどやっぱそれって私聞いてて思ったのがの佐々木室長がねそのライフスタイルが変わっ 里山が人間にとって価値がなくなったので日本の場合はあの放棄されていったっていう話があったかと思うんですけどやリりはその道をたどらなかったのかなと思っててそのライフスタイルが変わらなかったとは言わないんだけどその宗教的なこともあるかもしれないし文化としてやはりそこが大事なお金じゃなくて食べ物を作る場所として命を 保つ場所として大事だから大事にしなきゃっていうのがそのままなんだろう脈々ときてるからゴミの問題もうとあのなんてんうかな意識が高いかったりするのかなと思うんだけどどううでですすかねそうですねあのゴミの意識は高いって言ったんですけど、ね、あの全員が全員ではもちろんなくてあの、うん、そうじゃない人もたくさんいます。なのであのであ 集落の中にある水路にこうゴミがこう詰まってしまってでバリって雨季と寒季なので雨季の雨が多い時にそれがフローしてしまっているという村もあるんですね。それぐらいあの住民の意識がみんなが高いかというともちろんそうではないですね。うん、であの面白いなってもううつ思うのは あのバリの人たちが、えー、とこう日本人とかがバリに来るのを、えー、待っているよりかはバリとかインドネシアのお金持ちを連れて例えば日本に一緒にガイドとして行く日本語が喋れるれるバリ人がね行くっていう仕事もたくさんあるんですけどバリ人って全部断っちゃうんですってそれを。 でなんでかっていうと、うん、お金にたくさんなるのになんで断るかっていうと宗教行事に出るためには3日も離れられないからっていう理由なんですよ、ね。<laughs> お金じゃ全然ないっていうことがもうすごい象徴的な話だと思うんですけれどもそれはありますよね、うん、なるほどねお金じゃない価値をもう価値として 根付いてるっていうところが一つそのライフスタイルを変えないとっていう多分これ結局話だと思うんですよね保坂さんが問題提起されたこともその私たちが、えー、と里山をレジャーとかねあの遊びに行くだけの場所と捉え例えば今ワーケーションって流行ってるじゃないですかね、うん、流行り始めたけどそれが自分だけのニーズでそのただレジャーに行くあるいは いい環境で仕事をするためだけに行くっていう発想からもう一個多分意識を変えていかないと守れないよねって話が穂坂さんのお話だったかなと思うんですけど、まあ、そ,うそうなってくると今回あの限界突破集落っていうあのちょっと挑戦的なタイトルを、はい、つけて誰も突破してねえよっていうコメント雰囲気かなって思ってるんですけど、まあ、そこはあの狙い通りでやっぱその突破する のは1人じゃ意味ないしライイフスタイルなんだろうと思ってるのとただ今日お話しいただいた方々がその突破する視点突破できない理由とかそこをあの今日示唆してくれたのかなと思っていて、まあ、そのこのまんべんなくお話を聞いた中で今改めてその突破 <laughs> するってどういうことかなみたいなのをちょっと聞いていきたいなと思うんですけど。 あの,さん <laughs> あのまあちょっとさっき私最後にお話ししたのと同じかもしれないんですけどなんかこう里山っていう話が話題に上がるとやっぱり里山がフォーカスされちゃうんですよね、まあ、当たり前ですけどただこの問題って本当に里山で活動をしている人が問題というよりは やっぱりそれを見たりだとか、うん、それを評価する人たちっていうところも、うん、えとお同じ問題を抱えてるもんだと私は思っていてですのでそこのところの意識をですねあのー、うねもう本当に、うん、傘の血都会っていうところが同じこうレベルで同じベクトルを向いてこう動いていかないと、うん、まあはっきり言って多分突破は難しい。うん 特化で,できない、ね、そうなんです。うん、だからこれからやっぱりその中間にいるというか、どっちもにこう比重を置いている立場の人間っていうのは非常に重要で、うんうん、私はできればそういう立場としてどんどん動いていきたいというか、うんうんいう思いで活動をしてます。うん、はい、そういや本当そうだなというふうにえ思ってえ聞いてたんですけど、そのお話でえー。 どうですかねあの足立さんのところとかそうですね、まあ、正直その突破する状態っていうのがなかなか <laughs> 見えないよね <laughs> 正直見,えない見えづらい部分ではあるんですけどやっぱり自分がその、うん、まあ,ある意味そういう要因の一つみたいな形でよそから移住してきてみて思ったのが、うん、今やっぱりそういう 関係人口だとか外から人を入れればなんかこう突破できるんじゃないかみたいな空気結構あるじゃないですか、うん、そうした時にあのなんだろうそこに頼り切ってしまうのではなくて、まあ、地元の人にあのもっと自分の地域をもう一回見,見直して良さに気づいてほしいっていう部分が一つと、うん、あとそのなんだろうな 外から来る人ってある意味、うん、全くその都会と田舎っていうその文化の背景みたいなのも違う中で必ずしも自分たちに都合のいいような人ばっかりが来るわけじゃないよって。見、ね、るんだったらそういうところもなんかどっしり構えて受け入れてほしいなというのが <laughs>。 いや本当だよね。いや本当そうすごく今うなずいてる人が画面の向こうにいっぱいいました。<laughs> <laughs> 都合のいい人材だけよこせっていう村の気持ちも違うよねと。やっぱその文化の違いを生んでしまったのもこれまでの我々の、まあ、日本においてはですね我々のライフスタイルの選択が都市と農村みたいなその、ね、二項対立を生んだっていう背景があるので、うん、やっぱそれを解消していくにはお互いのその違いをやっぱ まあ、理解する納得しなくても理解するぐらいまでの気持ちで出会わなかったらその不満に変わっていくで本当はこうしてほしかったのにこうだったみたいなことになっていくのかなと思っていてでそうですね、まあ、そういう意味ではバリはまだ限界とは言えない限界はではないよね。うんそうです、ね <laughs> うん、まず人口減少してないっていうところです、ね、そうだよね。<laughs> そこは大きいいと思いますたくさんあの家族もたく多いので結局そのコロナでみんなが帰る場所があったのはそれだけ家族がいるっていうことだと思う,う、ね、どこかに必ず家族がいいるっていうちょっと限界とは違うかもしれないですねそう。だからこそやっぱりヒントが多分聞いてる皆さんにはあったんじゃないかと思います。リのお話がね、で今一、1つ、ね、重要な気になる質問ですね。 今コロナ禍で人の移動が多分制限、ね、されている中であのバリ島もね観光が大打撃であのだからこそみんなが脳に戻ってきた脳の世界に戻ってきたって話が面白かったんですけど日本の2つの,その辻又と,、えー、と保坂さんねサ,サウナもさ人を呼ばなきゃいけないイベントだからその辺あのますますその断絶が進んでいくんじゃないかとかそういう心配どうですかっていう質問だと思うんですけど。<laughs> うん、まさに絶自体は断絶とまではいかないですけどやっぱりまあコロナの影響は大いにありますよね、うん、本当にやりたいそのサウナのまあこういったイベントだったりなんだったりもやっぱりそのコロナがあるとやっぱり密な空間を作るのは事実なのでやっぱりこうなかなか呼びづらいであと村全体の雰囲気がそうなのか っていう話についてはですね、えっと、まあ少なからずやっぱりあの来ないでほしいっていう方は一部にはあります、実際、はい、ただ、まあこれも本当に一部一部、一部 <laughs> だから全員が全員そうかっていうとそうじゃないですし、はい、ぜひも、あの、まあ今ね、緊急事態宣言なんで、 それはまあ自粛っていうのがいいと思いますけれども、うん、まあそういったところ終わった際はやっぱりこれだけこう広い視線もありますし、うん、どん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 アウトドアでこう遊んでいる方がこう来るっていうのは村としては村長も話ししてますけど歓迎です。うん、そこは。い。なるほどね。足立さんとかはどんな感じですか。そうですね。まああのし正直今の現状でいくとなかなかこう。 そそれこそ大学生であるとか自分の友達も毎年遊びに来てたりしたんですけど、うん、なかなかそれにじゃあ来てねって言いづらいっていう部分はあるんですけどそれこそ辻俣の場合はその大学ただ大学生との関わりはもう絶対一度切ってしまったらもう二度と復活させられないぐらいの危機感はあるので<ー>じゃあオンラインでやってみようとか <laughs> そういった新しい形の模索も始まって。 いますね、今お二人の話を聞いていてやっぱりそこに保坂さんが言うみたいな両方の都市都市部の人あるいは観光客とかそのバリで言ったらねそのでも村人って両方を見れてる足立さんとか保坂さんとかあこさんみたいな立場の人がどう動くかって結構重要なんじゃないかなというふうに今思いました。でおじいちゃんだけだけったらあの ズームやろうって思わないじゃんね <laughs> ズーム飲み会やろうって思わないしあの <laughs>、うん、この機会に保坂さんみたいにこのこと宣伝しようとかあの今動ける東京のメンバーと例えば作戦練ろうとかいうのが次につながっていくんだろうし、ね、バリはバリでまたそのバリの人の動きもあるしあーこさん自身の多分働き方とかやっていくことも変わって柔軟に対応できるそのハブとなる人がいるっていうのがすごい。 これが宝なんじゃないかなと、今聞いてて、思いましたね。うん。なんか、佐々木さん、どうですか。ああ、あの。そうですね、限界。で、まあ、何が限界なのか、いろいろありそうだなって。えー、はいあの。子供がいなくて、人が限界なのか。<laughs> うん、あの。文化が絶えてしまうことが限界なのか。えー、いろんな価値観で、限界って。 っと定義できるんだろうなっていうう思のでその限界を突破するまあただその中でも一番根底にあるのはあのコミュニティが続いていく人がちゃんと、うん、あの受け継いさっきあの芝は継げないけどって話がありましたけど、うん、あのちゃんとつないでいくっていうことがあの大事でその時に つなぐ人たちがその地域の人たちが大事にしてきたものをきっと受け継いで人口を維持しながらつないでいくっていうのが、うん、多分すごく大事なことなんだと思うんですね、うんであの。当然そこにはその地域の人たちがどういう未来につなぎたいのかっていう思いがきっとあるので、うん、あの話にもありましたけどあのあまりその 何でしょう自分たちの文化を受け継いでくれないような人が来たらもう意味がないんだっていうふうに考える人たちもいるかもしれませんしそう、ね、いやとりあえずよそ者のみんな大歓迎ですよみたいな地域もあるかもしれないそ,そうやって混ざりながら変わっていってでも続けばいいって思う地域もあるかもしれない、ね、やっぱりその地域に今いる人たちがあのどういうふうにこのずっと先祖から受け継いできた財産を引き継ぎたいのか っていうその思いの部分っていうものがやっぱすごく大事なんじゃないかなって思うんですね。うん、そこはやっぱりあのそれは地域ごとによってフードとかその暮らしてる人たちの昔からの考え方とかがあるので個性があって当然ですし、あの逆にその個性が魅力でもあると思うので、そういったものはやっぱ集落ごとにこうじっと紡ぎ上げていくっていうことが。 実はすごく大事なんじゃないかなと思って今伺っておりました。いや、本当ですね。その限界を何何が限界って多分これ大前提なんですけど、限界なのは人間が限界なんだと思うんですよね。人間のあの別に人間いなくなっても、生き物とか。自然はあの適当にやっていくと思うんです。なんで限界って人間目線の限界ですよね。まあ、それをその文化が途絶えることを言うのか？ 人間がいなくなることを言うのか、えー、血筋が与えることを言うのかちょっと様々だと思うの今回の、ね、お話の中でもいろいろあったかなというふうに思っています。でそうですねえっ、ー、とそううーん質問が1個来ていてその、まあ、あの交付金のことなんですけどあの里山未来拠点形成事業佐々木室長への質問ですね。里山なならどこでもでもはなくその 限りがあるのかっていうのをちょっとそこ簡単なあ,あの質問なんですけど答えてもらってもいいですか。と限りがあります。あの重要里地里山って環境省が選定しているところですとか、えー、都道府県の自然公園、都道府県立自然公園っていう法律に基づく条例で指定するエリアがあるんですけど、そういったエリアを対象にしようと考えていますが、えー、現在えっ、ー、とそのあたりの細かいあの制度設計をですね。 あの煮詰めているところなので、もう少しお待ちいただければと思います。あの、里山未来拠点形成事業という名前ではなくて。生物多様性保全推進支援事業という交付金がありまして。ええー、と、参考資料、私のプレゼンの後ろに実は参考資料があって、それのところに、あの、コンティアが付いてますので。もしよろしかったら、後で皆さんに共有してあげてください。はい、ありがとうございます。そうですね。それにつなげたくて、この。 イベントもやったのではですねあのそろそろ終わりの時間が近づいてきているんですけど、えー、と最後にあの登壇者の、えー、方々からちょっとこの回を通じて。 思ったことなんか一言頂い,いて最後佐々木室長にコメントいただきたいなと思いますがその前にあの簡単に今日のお話を私の方からおさらいポイントと思うことおさらいするとやはりその佐々木室長が最初におっしゃったようなそのライフスタイルの変化って里山がお金を奪わなくなったから人がいなくなったで人が管理しないのであの自然が好き放題やることが逆に脅威になってきている人間の脅威になってきているっていうとこ保全するためにボランティアでになっている っていうのが現状だけど穂坂さんがお話しされたようにやっぱりもう一度そこに文化の価値地域の資源を見いだして、えー、お金も回るように、えー、することでそこにそれこそライフスタイルなんだってことをもう一度取り戻していくというか作っていくことであの日本の,その分断されてしまった都市と地方っていうのはつながるんじゃないかでやはりそこの真ん中に来てほしいのが えー、2, 2拠点居住してる、えー、し,しようとする人でしかも居住するだけじゃなくてその両方の地域で社会に対して自分がこう働きかけようよくしようと思って活動する人っていうのが増えていかないと変わっていかないんじゃないかっていう、えー、示唆があってですねでバリのお話からはやっぱりその,その日本みたいに分断されているとも見えなくないですよねそのリゾート地と。 農村えだけど農村に暮らす人もしっかりそのアイデンティティを失ってないんだなって思ったんです。土から離れて生きられない。あとはその鳥、鳥、鳥ひたからな <laughs> だっけ <laughs> 呪文みたいだけどその神々との。 えー、融合とか人々との、えー、調和とかそういったことをしっかり持ってるっていうのが、えー、ちょっと日本との違いとしてあの面白いお話だったなというふうにまとめていきたいと思いますがあのでは最後一言カントを足立さんからお願いしてもいいですかそうですね、まあ、どうまとめようかなと今まとめる感想でいいよまとめていく感想,感想うんやっぱりあの まあ、なかなかに厳しい現実もあるんですけどまたその中で今日の話の中でもいろんなヒントもありましたし、うん、あとそのどの範囲で見ていくかっていうのも結構大事なのかなっていうのがう、ねうん、の40人の集落で見るのか村っていう単位で見るのかとかうん、うん、そういった見方でもまたいろんな視点が出てくるんじゃないかなと思って今日は自分のいろいろ勉強させてもらいましたありがとうございました。ありがとうございまございままししたでは穂坂さんお願いします 今日はどうもありがとうございました。あのすごく勉強になりましたし、他の地域のこともよくわかりました。で、あの、コメントの方で田中さんの方からあのコメントいただいてて、で、あの災害協定の方は、まあちょっとヒントだっていうようなお話をいただいてるんですけど、うん、まあ本当にそう思います。で、今日のお話も聞いてて、で、まあいろいろな小さい自治体の方で、各々その特徴を持って、えー、とこういう活動を多分してると思うんですよね。 で、今後多分重要になってくるのって、やっぱりそういったその、うん、まあ世界的に見ればバリもそうですし、うん、まあそういった横のつながりっていうのは非常に重要だなと思います。で、その横のつながりっていうのは地域間それぞれっていうのもありますし、先ほどの何べんも申し上げたとおりですね、やっぱりその地域と都会、まあこういったところが横のつながりを持って同じ課題に向けて解決に、うん、解決を図っていくっていうのがすごい重要だなっていうのを今日も改めて感じました。ありがとうございました。はい ありがとうございましたでは足立さんがそこに残っていることが一つの大きな成果だっておっしゃってましたけどよく頑張られてるなと私みたいなぬくぬくと農村で暮らしている立場からすると、まあ、いろんなことを言われながらもそこに残ろうと決意されていることがあのすごいなと思いますしあの保坂さんがやってらっしゃるその あの地,域地域ならではのものを作っていきたいっていうその魅力を作っていくっていう中ででもただそれだけじゃなくってこう災害支援につながっていくっていうその地域の存続を支えていくものにもしていくっていう命をこう守っていくっていうなんかそこにリーチしてるの本当に素晴らしいなっていうふうに 思いましたあのバリも災害すごく多いですしなんかそういう切り口でこう地域がつながっていくってことはあのバリでもあの考えていかなきゃいけないんだろうなと思ってあのすごく勉強になりました。ありがとうございます,そうです、ね、バンジャール同士の,そのつながりとかもあるんだと思いますけどそういうのはバリにもとってもヒントだったかもしれないですね。あ、うん、ありがとうございいまますでは佐々木室長お願いします、はいあのー バリの人たちがお金ではない価値観で動いているっていうのはすごく興味深い話でしてあ,のある意味あの資本主義と呼ばれているその安く利益を生み続けるっていう社会システムに私たち今言ってるんですけどあのこれは結構罠があると言われていてあの安くて、えー、そういうものを たくさんその生み出す利益を出し続けようとするとどこかに歪みが出て強いてあげられる人とかが出てきたりするはずなんですね、うん、それがあのいろんなひょっとしたら海外で子どもたちが労働に、えー、させられてるとかそういったところに幸せがいったりするのかもしれないんですけどそういうところからある程度脱却していかないといけないっていうのが SDGs のメッセージであったりもすかなと思う かつての日本でもそういうお金の価値観ではない、えー、世の中、うん、あのお人分けの世界だったり、助け合いのとか世界とかがあったんですけど、そういったものの,その、の何ていうか、素晴らしさっていうか、そういったものをもう一回見つめ直していくことができるのが里山なんじゃないかなっていうような思いを今持ってました。まあ、完全にはそんなバリみたいにすごい世界観にはきっと。<laughs> <laughs> あのお金の収入のほとんどを宗教行事に使っちゃうなんてちょっと日本人ではあ, <laughs> あの難しいかなって思うんですけどただあのそういうあのバリに学ぶことっていうのはものすごく多いんだなって思って今日楽しんでさせていただきましたありがとうございますはい、えー、ありがとうございました、えー、ちょうどお時間となりましたが、えー、次回の 宣伝とですね今日ご参加された方にアンケートのお願いが今チャットに貼られると思うんですが、えー、次回のお知らせを私の方から。 えー、今日ホームページでリリースしました、えー、次回はですね、えー、今日が限界突破集落の作り方ということですね、えー、やってきましたが次回はですね「新里山時代の幕開け」っていうね、えー、なんかちょっとぎょぎょしいタイトルをつけてしまったなと思っているんですが次はですね今中山間地の皆さんでした次は都市近郊の里山をフィールドに、えー、関わる人たちをお呼びしていきたいと思っています。 はいゲストはこんな感じで今、a 意打ち合わせ中です。Facebook ページもあの準備できているので、よかったら次回もお申し込みください。えー、次回もまたね、佐々木室長にはご登壇いただいて、次はこの環境省として、じゃあ、この森里川見の恵みをこの、これからどうやって先ほどのお話じゃないですけど、元気にしていこうかということを少しお,知らあのお話しいただきたいなというふうに思っております。ぜひチェックしてみてください。 えー、それではですね、今日ご参加いただいて、最後までお付き合いいただいた方がお41名もいらっしゃって、ありがとうございました。すごーい <laughs>、はいはいえー。じゃあ、えー、登壇してくださった皆さん、本当にありがとうございました、えー。ご参加いただいた皆さんも長時間ありがとうございました。ぜひアンケートにご協力ください。えー、それでは、これで、えー、終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。